今日はですね、就職活動の親ブロックというですね、問題についてある記事を、見つけましたので、こちらを紹介したいと思います。就職企業の採用マニュアル。今世の中では徐々に内定が出始めて、内定を受諾するかしないかのところでですね、せっかく内定もらったのにそんな会社に行きなさんなというですね、親がブロックをする、あるいは中途採用の方でいうと、やっぱり奥さんがブロックをする、いわゆる嫁ブロック、この親ブロック、嫁ブロックという問題が我々中小企業に立ちはだかるですね、ある種最後の難関だったりします。今日その問題についてですね、東洋経済さんの4月9日の記事がありました。タイトルが、就活生の心をくじく親ブロックが生まれる原因というですね、非常に刺激的なタイトルでした。そちらの内容をですね、紐解きながら、実際の私たちの現場で、現れている親ブロック状態、そしてそれに対する対策についてですね、お話ししていきたいと思います。まずこの記事によるとですね、マイナビの調査では3月末時点で大学生のですね、26.4%、 前年比 4.9 ポイント増の学生がすでに内定を持っていると、マイナビ2023年卒大学生活動実態調査、4月7日だそうです。つまりですね、もうすでに4人に1人がですね、内定を持っていると。大学生の4人に1人ですよ。結構多いですよね。政府の方針では、6月からですね、面接が解禁というふうな方針が去年の11月に出されていたはずなんですが、もうそれもほぼ有名無実化して、各社ですね、我先にと、大学生と面接をし、内定を次々と出していっているという実態がここから読み取れます。私たちの周りでもですね、元インターンシップに来てた、ある大学生が、ある上場企業からですね、1月に内定をもらいましたんで、もう私就職活動終了しますという報告を、もらったというのが実際今年ですね、聞こえてまいりました。早い企業はもう去年のうちから学生たちとの接触を始めて、もう1月とか2月には内定をどんどん出していくというふうな、実態がそこから、透けて見えてきます。また記事の他の、この内容で言うとですね、マイナビが2022年2月に調査した就職活動に対する保護者の意識調査によると、子どもが入社する企業の特徴として望むことは経営が安定しているが 51.5% でトップ、2位の本人の希望や意思に沿っているは 25.3% と2倍近くの開きがあると。また子どもに働いてほしい業界は官公庁、公社、団体がトップで2位以下に2倍以上の差をつけている。さらに働いてほしい企業については公務員をはじめとして誰もが知る日本を代表する企業名が並ぶ結果となっている。保護者の安定志向を如実に反映した結果だと。つまりもう親はですね、やっぱり子どもの意思は尊重したいけれども、中にはしっかり利益をしっかり残して経営が安定している企業もあります。もちろん中小企業もたくさんあります。ですけど一般的にはですね、我々中小企業というのは経営が非常に不安定だと思われがちです。ですのでその中でどのようにこの親ブロックという問題に向き合うかというのが鍵になってきます。私たちの会社でどんなことをしているかというとですね、最終選考の一番最後ですね、いわゆる相手が一番熱が上がってこの会社に入りたいと思ってくれているであろうタイミング、そして我々も最終選考をしてこの人に入ってほしいと思っているタイミングでですね、まだ選考結果が出る前にですね、もし私たちがあなたに入ってくださいというふうに言って、かつあなたがあなたの会社で働きたいというふうに相思相愛が成立したとしても、あなたはもしかしたらうちの会社に入れないかもしれませんよということを告げてます。なぜならばあなたのご両親がもしかすると私たちの会社にまだ信用を持つことができずに、そんな会社やめときなさいというふうに断られることがあるんですよ、これをいわゆる親ブロックというんですよ、ご存知でしたかって聞いたら、ほとんどの大学生はまだこの親ブロックという言葉自体の存在を知らないという実態が、私たちからもう得ています。ですのでつまりどういうことが起きるかというと、子供はですね、親は賛成してくれるものだというふうにやっぱ思っているんですね。ところが内定をもらって親に報告して、こんな会社から内定もらったよというと、何言ってんのあなた、そんな知らない会社行くのやめなさい、公務員の方がいいわよ、銀行の方がいいわよって言って急に反対されてですね、子供はまさか反対されると思ってないもんですから、それで親の反対を受けて心がポキッと折れてしまうということがよく起きるんですね。ですから私たちはこの最終選考の時に続けてこう言うんです。もしあなたが本当にうちの会社に来たい、そして私たちがあなたに来てほしいという相思相愛が成り立って、そしてその親に報告した時に、ね、中小企業とかベンチャー企業に入るのはもう反対する生き物なんだということを覚えておいてください。そしてあなたがするべきなのは、本当にうちの会社に来たいと思ってくださるんだったら、親を1回、2回、3回、もしかしたら5回、10回と根気強く説得する必要があるんですよと
ということをですね、あらかじめ最終選考の段階で告げておく。そうすることでですね、その学生さんたちはその親がもしかして反対してくるかもしれないということに受け身を取ってですね、でその上でちゃんと対処してしっかり説得をして、どうしても本当に入りたいんだということを言ってくれた上で親を説得して、親はやっぱり2回3回4回、説得しても子供が入りたいんだとちゃんとした理由を述べてくれると、あ、この子は血迷ってるわけじゃないんだというのでですね、もうあなたが思うようにしなさいと、納得してくれる、そういう生き物でもあります。ですのでこうやって親のブロックを乗り越えてこそ初めてですね、この中小企業の大学生との採用活動というのは成立するという側面があります。ということで、皆様もですね、今この採用真っ只中だと思いますが、どうぞ親ブロックを乗り越えてですね、いい学生さんとの出会いがありますことを心から願っております。今日は以上です。ありがとうございました。